はい、こんにちは、石原スポーツです。皆さんお元気ですか？シェルパーム、シェルバック、基本的な捕獲が終わったわけですけど、電話かかってきちゃって、ちょっと待ってください。はい、時間がないのでもうそのまま取り直しせずに行きますけれども、パームとシェルね、終わったんで、その状況報告と、今日はライニング、こちらとウェブですね、これのお手当てをねしていこうかと思います。だらだらとやっていきます。それではどうぞ。はい、じゃあまずはご報告から。だいぶこう柔らかい感じにはなってきましたけど、ちょっとまだ足りない。ここもねヘロヘロがなくなってきたけど、シェルバックもねこの前やりました、昨日やりましたね、いい感じなんだけど、やっぱここね、ここやっぱりカピカピなっちゃうよな。ちょっとまだこれも考えていきますけど、今日はここですね、ライニング、これやっていきたいと思います。でこれ、背面のところは、これは人工皮革なんで、これはもう仕方ないので、この平のね、裏平の豚側貼ったとこ、これを中心にやっていきます。今日使っていくのは、さっき用意したぞ、これだ、ローリングスの保湿クリーム、これがいいと思うんだな、こういうねハンドクリームみたいなやつ、これでしっとりさせますということでやっていきますね。はい、チャラチャラ、これはもうあのよく伸ばしながら、あの指でね浸透させるのがいいと思います。で親指もこんだけだし、途中までだからな、うん、この奥の、このここはちょっとやっといて、これもね、まあ、ちょっとこんなもんかなっていうぐらいやっといて、足りなかったらまたやりますけどね。はい、いい色になってきましたよ。で指んとこね、指んとこもよいしょ、こう入れてあげます。1本ずつね、キュッ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 、うん、で薬指、はーい、いらっしゃい、はーい、こんにちは。野球しかないです、野球しかないです、ごめんなさい、はーい、ベースボールとオンリーベースボールね。I'm sorry. We want to sort of gym gym. ああ。はい、どうもありがとうございます。はい。お客さん帰られましたね、野球だけしかないですよっつって、こうね指穴こうやってあげて、だいたいこれでいい感じ、どうですか、うん、これでまあとりあえず様子見て、あ、ここやっとかないとね、ここはあれでいこうか、あの昨日のね、あれだ、グラブから捕獲油のね続きで、ちょっと足りないよね、うん、吸ってきたね、吸ってきましたよ。でキュキュキ
特にこのね、縛り面とこうね、切りやすいから。で、小指もね、いい色になってくるよね。ここの皮はそんなに傷んでないよね。はい、OK でしょうね。今日ライニング、それからあれだ、ウェブな、ウェブよいしょ、これもやっときます。まあ本当に一日時間があるときにぼちぼちなんだけど、これが一番上かな。まあ順番はどれでもいいんだけど、一回ねこちらもローションの方でやってますけど、ウェーブはパツパツだから乾燥しやすいからね。うん、ちょっとしっかり入れとかないとダメかな。特にこういうとこ裂けやすいしね。うん、端の方ね、一番でしょ。あ、で二番目。はい、3番目。で、これはポストの方ですね。ダブルポストの、今まではウェブトップとバーのところ、これでパーツ一通りかな。お客さん来ないと大丈夫かな。大丈夫だな。はい、ちょっと足りないかな。
はい、じゃあここまでかな今日はな。ちょっとまた時間もあるしね、あまりゆっくりできないのが残念だけど、ウェブね、はい、それからライニングまでです。はい、どうでしたでしょうかって、今日はあれだ、中だ、ね、これこちらね、これとこれやっていったんで、まあ、次組み立てに入ろうかなっていうとこでございますけども、ちょっとね皮のコンディション見ながらということになると思いますが、ちょっとまだ分かりませんね。それでは皆さん、さようなら。